皆さんこんにちは。今回は日向瑞稀のお話をしようと思います。日向瑞稀は庭の中では少し地味な存在かもしれませんけれども、3月頃に可憐な花を咲かしてくれます。秋の手入れですともう花芽が確認できますから、あまり無茶な剪定はせず、むしろ消極的に花芽を残そうとする剪定をすると思いますけれども、夏場の手入れはどうでしょうか。小さな枝をかがんで切り戻すのは面倒くさいので、刈り込みでバリバリっと刈り込んでしまう方も多いのではないでしょうか。もちろんその方が作業は手っ取り早く済みますが、木の風情としてはどうでしょうか。来年の春に日向瑞稀らしい花を見ることはできるでしょうか。雪柳の動画の時にお話ししましたが、夏場の手入れで手を抜いて刈り込んでしまえば、来年の春はしょぼしょぼの花しか咲きません。手間をかけてそれなりの剪定をすれば、雪柳らしい花が咲くというお話をしたことがあります。今バックで流れているのは昨年の秋の手入れの様子です。秋ならばこのように花芽の位置が確認できますから、あえて花を減らすような剪定はしないと思いますけれども、夏場の剪定は来年の花の位置を想像しながら剪定しなければなりません。こちらは今年の6月の手入れの様子です。この剪定でも多くの花を失うことになるとは思いますけれども、このまま株を大きくしていくわけにもいかないので切り戻し剪定をしています。花が終わると側芽から枝が伸びて、このような枝の形になります。7月から8月頃に葉っぱの付け根に花芽分化しますので、その前に切り戻し剪定を行います。枝先をこのように切る切り詰めはしない方が良いと思います。このように切り詰めてしまうと、夏までの間にそこからまた新しい芽が出てしまい、問題の解決になりません。さらにこのように刈り込んでしまうと、切り口から新しい芽が出てしまい、枝先が密集してしまいます。切り戻し剪定なら枝の間引きと株の縮小化が同時にできます。つまりこの位置で切り戻すということです。あるいはもう一段下できればもっと小さくできます。この残った枝に花芽分化が起これば、来年の花を見ることができます。株の中に空間ができて風通しも良くなります。左と右では木を同じような大きさに切ったとしても枝先の密集度が違います。
株の中心から外側に向かって剪定していくのが、このような株物の剪定のコツです。中心部から剪定していけば、交差枝のような無駄枝を先に取ることができます。古くなった枝は付け根で切り取って枝の更新を図ります。枝先はちょんと切り詰めない方が自然な仕上がりになります。こういう木なのですから刈り揃える必要はないと思いませんか？もう少し古くなった株の例もご覧いただきましょう。マンションの一角にある日向瑞希ですけれども、このぐらいの広さになると刈り込んでしまいたくなる気持ちはよくわかりますけれども、面倒でも手をかければそれなりにその木らしい風情を醸し出してくれるものです。確かに一時的に手間はかかりますけれども、毎年同じように手間をかける必要はありませんし、またこのような枝抜きをしておけば次からの手入れはずっと楽になりますから、毎年同じように刈り込む手入れよりもかえって手間はかからないものです。長いサイクルで比べればそれほど手間のかかり方が違うわけではありません。なし。
ご視聴ありがとうございました。